こんにちは心理学をもっと身近に学術系コンサルティングのセカンダリー長いでございます。この動画は弊社の心理学基礎実験という講座の内容を毎回5分程度で少しずつお話しするものです。 大学院から心理学を専攻されて心理学の研究法を体験していない方や学部学科は心理だったけれど実験実証はよく分からなかったという方心理学の学部学科に進学したいけれど心理学の実験ってどんなことをするのと事前に興味を持ってくださっている高校生やその保護者の方企業で人事系のお仕事をされていて研修やマネジメント戦略の効果検証をしたくてその方法のための参考にしたい方などを対象としています。もちろんその他 心理学ののの各種試験の対策や教養のためなどにもお役立てください。よろしくお願いいたします。えー、ということで今回はですね作詞実験の、えー、お話の続きでして、まあ、問題というセクションが、えー、とレポートにあるんですけれども、まあ、その書き方、えー、についてですね、まあ、これは別に作詞実験には限らず書く、えー、して、えー うこの実験でのレポートの評価のポイントとしてちゃんと引用文献を引きながら先行研究が整理されているのかでそのこういう書き方書式が使えるようになっているのかっていうのが一つの採点ポイントだったりします。 これはあの大学の講義でも同一ですし別に僕の講義に限らず全国の心理学基礎実験の授業ではね同じような部分が採点ポイントになっているはずです。まああんまり言いたくないですけどもうそういうことを放棄してしまっているまあ教員もいらっしゃいますけどね実際はねもう出してくれればいいみたいな感じになっちゃっているところもありますがそれだとね実力がつかないので,で実力がつかないと学生さんが将来的に 研究者になりたいという人もいるかもしれないのにね、あのそういった能力がつかなくなっちゃうので、それはあのかわいそうだなと思うので、僕はあのうるさく言う方です。そんなわけで、今回はここまでにしましょう。続きを早く聞きたい、時間がないので一度に聞かせてほしい、質問したいので対面で受講したいなどと思ってくださる方は、セカンダリーの心理学基礎実験をご受講ください。このシリーズの動画の URL、リンク一覧は本動画の説明欄にございます。続きはまた次回、心理学をもっと身近に、学術系コンサルティングのセカンダリー、幼いが ご視聴ありがとうございました。